王、ここで災い去った。呂布殿ははっきりとオーディン。確かに呂布殿、あーちょ、このまま。敵の追撃はそこまで迫っているな。しかも相手は厄介なあの呂布か。たとえしのいだとしても第2第3の追手が来ます。ここは攻めに転じ、敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙をつくか。ならば奇襲部隊はこの超軍営が率いよう。長領様、稲のお供いたします。学神殿、利天殿、お二人の分頼みにさせてもらう。長領殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時におじきの仇なんて言ってられないしな。金継ぐ殿の強さは敵に根ざしているのだな。勝利は相変わらず圧力ほど強いな。けどあんたにだけいい格好をさせとくのはシャク。私ももっと戦果を上げてみせましょう。利天殿、学神殿、凄まじい気迫よ。ならばこの超軍営さらに振るわねば。なんとただものじゃなさそうだな。そうとしか思えないぜ。俺神に踏みにじられ、強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。かゆい人間にどこにそんな強さが。いや、そもそも人間は本当に弱い存在なのか。自ら撃たれに来るとは。望み通り滅してくれん。よくも本陣の目の前です。長領様、これを。いざ、我らが軍にて敵本陣を貫かん。覚悟めされよ。急に嫌な予感が。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。いや、これは。まんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。これぞ偽本陣を狙ってる騎士、まさに私の読みだ。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。待たせおって、何も残らぬほど叩き潰してやる。どうにか片付いた。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの学文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。ここを通りたくば鬼神の娘を倒してみよう。大気だ。どうかお引きくだせ。長領、聞かぬと分かっていて言うな。父上の敵に回るなら容赦はしない。私は鬼神呂布の娘。今度は戦をして父上の名を汚すわけにはいかぬ。本田忠勝の娘リナ、私も父の名を背負っています。その名は重い頃だからこそ突き進むしかない。鬼神の娘、見事な風鈴。だがどこか寂しげな目をしているな。父上、申し訳ありません。さあ急ぎ本陣へ。王を破ったのに
奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよう。遮る者は我が軍にて薙ぎ払う。敵将が討ち取った。素晴らしい働きを見せたな。奇襲をさせ罠にまんまと乗せられると。だが物持ちの意地にかけて本陣は守り抜く。諦めろ。雑魚に俺は止められん。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を討ち取ってみせましょう。神宮殿か。共に皆気をつけよう。敵将討ち取ったり。おじきの敵、呂布軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。おやおや、長領殿ではありませんか。お手柔らかに願いますぞ。それは危険。長軍よ、全力にてお相手つかまつ。長軍よ、ただいま救援に戻った。長領、俺を楽しませてみろ。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武を見せてやる。平八、これにあり。ほとばしる闘志、あれが最強か。俺だって現人者として遅れは取れん。そうか、それ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。悪くなかったぜ。武を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。さて、こんなものかね。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすと。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布は元の世界ではさ、呂布殿だけではあらゆる知恵と敵の力はあまりに強大。あの王それなの弱気に絶。俺は執着。皆様の旋回あちゃなら私は皆様ウキン様そろそろ宴ですよ。宴この手